はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。はい、今回は、金徳10個デッキいきたいと思います。はい、メカニクスで、まあ、金徳マップで3つ取って、で、このコンボですね。日野くん、メイル、宝塚ゲット。はい、この3人を使って、10個、はい、取れるというデッキでございます。はい、で成功率多分かなり低いので、もう1回失敗しました。はい。でお守り招きです。いきましょう。また運ですね。どうしよう、もう失敗してもこのイベントだっていうのが、まあ、とりあえず分かればいいかな。失敗したらごめんなさい。まあ10個チャレンジということで、ナイスチャンス。で、まあ、まずは、まあ、いつも通り、凪から、告白をもらう。告白をもらうってわけです。で、まあ、この味ですね。大盤狂わせ伝説、シチューですね。で、開かないといけないので、まあ、しっかり開くまでに、この辺近くまで、貯めといて、上限、取っといてって感じですね。はい。上限の先に金徳があってくれるので、まあ、その辺は、ちょっとやりやすいかなっていう印象でございます。やっぱ筋力が足りなくなるので、うん。お、チャンス。ナイトくんが筋力ね、肩で稼ぐしかないのかなっていう感じではありますね。ナイトくんじゃないんだけどね。3なんだけど。まあ、その辺は。ナイトくんってことで。あざます。凪持ってないからね。凪欲しいよね。なんか最近彼女キャラいっぱい来てるけど、俺はそれでも凪が強いなって思う、現段階ではね。何を馳せよう。6でちょうどマックス。イブシ、珍しいの来たな。まあそこ行きたい。行けない。僕は怪我が怖くて行けない。怪我マジ怖いんだよ。攻める気がする。うわ強い、強いな。か27なら出れないわ。これ早い。これは金徳のイベントっすね。で上にすると、さあ来い。お、やった、ナイス。もうどうしたら成功なのかよくわかんないんだよね。内容を見て、虹谷とかだったらね、顔を見たら分かるんですけど、まあ普通に回復もらっとこうか。あ、間違えちゃった、間違えちゃった。下だ、回復下だ、間違えちゃった。間違えたけど帰れません。回復使っちゃおう。やばいわ、に、あ、でも結構成功するのかな、よくわかんないけど、たまたまです、多分。ってことはマップをしっかり追わなきゃいけない。こっちは金徳じゃない方、金徳じゃない方。気分屋なっちゃうんだよな、上行くと。まあ、コツだけど。筋力もらえるから下の方がいいかな。おお、ちょっとつらい。休む。ち
トシアンテイ。これは、あ、これあれか、複数回あるのか。ちょっとね、間違えるんだよね。天才のなんとか曲と2つある。ちょっとナギがピンチなので、あーどうしよう、どこ行った、いた、そのまま来い、そのまま来い、来ないか。あ、乗ったけど、どうしよう、こういった高いのないから行っとこうか。そのまま来い、まいか。ちょっとでも告白間に合わなくても金徳が成功しているので、そのまま行くしかない。15、18、19、もういいかな。でパワー上げとこうか。18、あー、まあゲットいきたい。なぎ、まだダメか。まあ、マトイベの方が告白は間に合いやすい印象ではあるので、お願いしますね。はいはい、精神でいいかな。上限、もうとにかく進めていく方針でいきたいと思います。かっこいい、お前じゃない、おーい、辛いぞ。さて、あー、ここ監督に消してもらう作戦かな。これは監督に消してもらう作戦でいきます。これそのまま下下がったらダメかな。来い監督さん、ありがとうございます。監督さん、ありがとうございます。私くしのサボりの心を浄化していただき何言ってんのか分かんない。ありがとう。これは走塁行きたいね。で、ミートか。ミートあげちゃおうか。あげるだけ。で、ここで告白が来るという神サクセスを見せてくれ。なぎちゃん、あれ？なぎちゃん、これは追いかけるしかない。これが金徳の方ですね。これが金徳の方です。少ねえ、みんな少ねえな。まあ日野くんで体力温存しつつ、阿部ひないっす。いやー、なんか違う人たちが走ってる、怖い。ポイント高いのないの。じゃあこっちと、いや、ナギもうそんだけ評価いってんだから来いよ。あ、やべ、勇士潰すの忘れたかも。え、なんで来ないの。まあでも子が来なくてもね、行くしかないんですよ。金徳が成功しているからね。
ですよ。これは23いくしかない。どうしよっかな、ここ次第なんだ。いや、ちょっと待って、ここね、開けちゃいます。これわざとなのかな、なんか能力アップって近いところにあるんですよね、いつも。頼む、ラストチャンス。もう甘いじゃないよ。やられたー、クソ。評価めっちゃいってたのに。さあ、とりあえずまあ進めていこう。いやー、結構痛いな。タックで挽回できるデッキじゃないので、こういうイベントの経験点って結構バカにできないというか。オッケー、まあいいや、まあいいや。よし、ついてない。まあまあまあ、どうしよっかな。しっかり点稼いどこか。開けてくれ、そろそろ1個ぐらい。 OK、そういう願いは届いたみたい。どこから行こうかな、全然どっからでもいいんだけど。地中かな。いらんもんが来た。はい、ここかな。でもナギ全然もう評価いってるから。守備ブーストは後で行こう。いやー、そういうのじゃ、あ、もうマックスじゃん。何それ。はい、主人公が事故でくたばりました。タックなんだよね。ああ、強い。これはそこ行くしかない。60か。総力8。まあ、筋力ブーストは行ってもいいか。この辺ちょっといっぱいいるやつ。オッケー。ちょうど。はい、ではこれは肩でいいかな。はい、どこ行こう。この筋力でいい気がする。 OK、めっちゃ稼げた。やっと来たよ、お前。遅いよ、なぎちゃん。まあ普通にここか。はい、ありがとう。ゲットでいいかな。ゲットでいいけど、別に何もない。いいのか。はい、ほい、ありがとうございます。
お、20いいっすね。20プラスタック。いけるならいっちゃおうか。すごいいいタイミングで回復だな。はい、あざす。はい、1個目いきます。どうしようかな。まあ、1個目取っとこう。はい、 OK。 まあ、これ開くんじゃね。ありがとう。どっち開けよう。ここだと2個開けなきゃいけないからしょうがないか。精神ブーストとここから行こう。意外性めっちゃくれるな。15、いや15だな。まあ、しっかりね10個取っていきたいので。22。もうずっと精神だよ。まあ30だからいいか。はい、あんま強くね。どうしよう。まだ空いてないから、どうしようか。体力あるんだけどデートしよう。はい、うわー、それもか。で、練習試合と。はい、取る取る。はい、こんなもんでいいかな。よし、ゴー。やべ、鬼が地味に打ちづらいんだよな。あ、やばいやばいやばい、ちょっとやばい。ちょっと真面目にや、真面目にやってますけどね。集中しよう、集中、さらに集中。カーブ多い。左ん時のカーブ打ちづらいんだよな。なんでなんだろうね。右打席の時はなんかやっぱ打ちやすく感じるんだよな。結構リアル、リアルに近い感覚。よっしゃ、ノルマ達成。オッケー。うわ、そんなもらえたのか。はい、どうしようか。15ですね。あ、守備ブースト、あー、どうしよう。守備ブースト買う、買うか。
はメンタルの方行きたかったんだけど、これはいいやついらないかな。オッケー、まあいいでしょ。あんま覚えてないかったけど今適当に言っちゃった。これはメンタルブースト行くべき時で進めるべき。オッケーで脳みかん、そう、乾燥。どうしよう、普通にここかな。まあ開けちゃって、あと1個開けばいいんだけどな。開けてくんないかな。あ、だす。でポイントくれるやつかな。くれないやつだ。下がくれるんだっけ。 OK27、22。 溢れさしちゃうのもあり。溢れさしちゃおうか。どっちだっけこれ。盗塁取れんのかな。盗塁取りたいんだよね。あ、下だ。危ねえ危ねえ。はい、うん、ここだな。ポイント優先だな。よし、2個取れた。あと何ポイントいいんだ。まあ、ここは取るとして、まあ、あと150ぐらいか。どうしよう、一回ここ挟む。26も捨てがたいが、どっちがいいんだろうな。ちなみにゲット君は まあそんないいことはない。昨日だよな、コツいいの。コツが良いかなって、この子は。チャンス取ったでしょ。あと盗塁、壁紐取った。盗塁か、あれなら、一回取っておきたい。くれない。で、どうしようか。いやー、なんか結構ギリギリの戦いになってきた。なんだっけこれ。あぶねー。ただっす。21。そう、もう一回いっとこうか。くれ。いや、マジくれない。マジくれないな。22、よいしょ。精神来い、精神。辛い辛い辛い、それは。精神来ない。セーブします。開けてくんないと話にならないんだよね。あれ、回復ね。わー、いい感じのがあるけど、まあ、デートを完走させてしまうっていうのも一個の手か。OK、びっくりした。回復ないかと思った。ポイントセンキュー。
6、22。あ、内藤くんのコツもあるからこっち行きたい。で、技術取るか敏捷取るか。技術かな。経験点溢れ出してる。コツは何もないよね。ライダーってなんかいいや。満塁、逆境、ムード、もろもろ。はい。盗塁欲しいな。技術いいかな。で、さあ来い。誰もコツくれない。開けてくれ誰か。全然開けてくれない。なぎちゃん終わり。なんだっけ、金属ヒートアップか。難しいな。お、開いた、オッケー。肩ブースト。お、これいいね。あとは日野くんのコツももらえたらもらいたいけど。満塁って持ってるのってあいつか、こいつか。あと何持ってるの。逆境持ってる。逆境持ってるの。支柱だけも、ムードだけ潰せばいいか。これはない。そして精神が足りない。はい、筋力もう問答無用でいっちゃった方がいいな。次、あの筋力連、筋力連があまりにポイント低いと。ただ進めたいとな。やっぱ進めるの優先だよね。次肩もブーストあるし。筋力にねポイントが止まっててくれることを願うしかない。やべ、筋力来い。 OK、 これはだいぶチャンス。次肩来い。次マークどうしようかな。肩いくか。ちょっとね、待ってると多分終わっちゃうと思うんですよ。うん、でもポイント取れば大丈夫っていうところまで来たので、あとコツですね。コツだ。あと問題は、うん、問題はコツだ。 1,2,3,4,5。 盗塁はマジで欲しい。やばい、盗塁はマジで欲しい。はい、行きましょう。
ちょっと精神もやばいので。1回の裏、メカニクス攻撃に入ります。トップバッターはトドロキ。打ったこれは強烈。左中間入った。メカニクスこの回1番からの好打順になります。先頭バッターはトドロキ。打ちました痛烈。ダメージとヒノ君はなんとか追いたいですね。カワヒとメカニクスリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁。打った強い。盗塁、盗塁欲しいからやっぱヒノ君なの。メカニクスリードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面でトドロキ初球から打ったピッチャー返し。メカニクス。あ、どこ20どうしよっかな。まあ焦んなくても取れるとは思うんだけど、頼む。 OK。 精神来てない。うん、どうしよっかな、どうしようかな。一回休む。一回休んで、これも大、まあ大丈夫、大丈夫だよね。ちょっと怖いな、いろいろ。精神をできたら稼ぎたいんだが。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー。これはいい。いった。入った。メカニクスこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはトドロキ。やばい。球打ち引っ張った。ヒットになります。トドロキツーベース。メカニクスリードで迎える7回です。今日2本のホームランを放っているトドロキ。第2球。投げました。じゃあ宇宙間入った。メカ。ルルルル。ここまで来た。こんだけ電車あるから行くか。29。まああと1回だもんね、どっちしろ。29取ったとしても、それより日野くんから降格もらった方が美味しいと思う。降格くれくれねんかい。まあでもポイントはたまったと。どうしよっかな。精神足りるよね、きっと。これでいく？弾道40。はい。バカ間違えた。経験点がもらえないのはきついから。お願いします。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。低め。ボール。カウントは2ボール。第3球を投げました。来た。行け。行った。入った。メカニクスこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはトドロキ。投球これから2球目。いけ。危ねえ、今ミスったと思った。入った。メカニクスリードで迎える7回です。マジ打ちづらそう。危ない。打ちました。入らない。さらに伸びていく。トドロキ。メカ
美味しかった。これでなんとか金徳10個取る準備はできた。はい、精神地味に嬉しい。オッケー、取れた。精神でいいよね。印象より精神だな。うん、もう何も取れないので、よし、行くぞ。金トックどうしよう。何から取る。この辺取る。あー、ちょ、あとちょっと。これ取って終わりか。これ取って終わりか。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、あと1個取って終わり。パワーヒ取れる。はい、オッケー、行きましょう。まあ、できたらパワーヒ広角のコツはね、しっかり取りたかったなっていうのあるんですけど、なかなか難しい。オール展開で迎える1回です。バッター、トドロキ、投げた。オッケー。チャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、バッター間違えた。満塁。メカニクス追加点のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で。満塁は鬼はだいぶ。よっしゃ。メカニクスリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で、トドロキ今日5打点を挙げています。金徳10個取ってもう点数出てなかったら多分そんな。カウントは2ボールノーストライク。査定は良くないとは思うんですけど、まあ、でもその破壊力はあると思う俺は。よし、よしよし、告白来なかったけど一応形にはなった。あ、やべ、足つりそう。おっしゃー、いいですね。さあ、こんな感じ。まあ8000ですね。ほい、オッケー。どうしようかな、技術が多いので打球伸びとかかな。広角も取りたいね。どうしよう、あまりにも低いとそれはそれでって感じなので、流し打ちバント、守備ショックゲッツー、こんな感じかな。はい弱え。はい、こんな感じでございました。まあもうちょいで S8 っていう感じですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で精神的支柱で10個っていう感じで、まあ一応達成できましたって感じですね。
難しいね。金徳10個取りながら、まあ、経験点をあとどうやって稼げるかで査定だいぶ変わってくるのかなという感じですね。まあ、盆栽でまあ S8 ぐらいまでまあいけてるので、まあまあって感じですかね。まあでも楽しかった、10個取れる。だからやっぱ告白間に合って S8 って感じかな。はい、でございました。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さんピースな一日を。バイバイ。